皆さんこんにちは。今日のクッキングのお時間です。本日は逆ハンバーグを作っていきたいと思います。それではこちらが材料になります。まずは塩みじん切り約 250g、 玉ねぎ1個、小麦粉 5TB、 牛乳 40ml、 卵1個、大さじ3分の1の塩、小さな紙切れとなっています。ソースはこちらです。 50ml の水、女の子のヨーク大さじ3、そしてオスター社のお茶1杯となっております。それでは調理に移っていきましょう。まずはじめに玉ねぎをよく磨きます。こうすることで静電気が発生し火が通りやすくなります。その後黒いリボンで4から5分間調理するか、鍋で魚を調理します。茹でた肉に塩を加え、よく混ざるまでよく混ぜます。この時よく混ざりきるまでよく混ぜましょう。続いて 2,3 個を叩いて空気を締め、楕円形につなぎます。私は真ん中で休憩を取ります。しっかり寝かせることで今後の料理に集中することができます。しっかり取りましょう。続いてフライ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 ドポテトを炒め、フライパンを鍋に入れフライパンを炒め、蓋を追加します。こうすることで炒められる側の立場を知り、さらに強いフライパンになります。続いて水が開いて、透明で新鮮でネクタイをする場合は鍋を外して水で覆います。ハンバーガーをどうぞ。続いてこの種のジュースを焙煎します。焼くとハンバーガーが充填されています。こうして逆ハンバーグ完成です。こちらがすべて逆ハンバーグとなっています。美味しそうですね。それでは早速いただいてみましょう。まずは逆ハンバーグのメインディッシュのハンバーグです。とてもあっさりしていて美味しいです。箸が止まりません。少しパサパサして喉が渇いていますので、サイドディッシュの牛乳 40ml で喉を潤しましょう。続いて逆ハンバーグのサイドディッシュ焼き味です。続いて逆ハンバーグのサイドディッシュの塩漬けサラダチキンです。こちらもあっさりしていて非常に美味しい逆ハンバーグです。こちらは逆ハンバーグのサイドディッシュ大量のバンズです。サイドディッシュの塩漬けサラダチキンと交互に食べましょう。ここで皆さん気づきます。この2つでお手製チキンフィレを作ることができます。これも逆ハンバーグの醍醐味です。こちら本当にリアルに美味しいので止まりませんでした。牛乳 40ml を挟んだりポテト炒めを食べたりします。こちらが一押しの焙煎チアシードになります。すごい独特な味でした。一度置いておきましょう。一度置いておくと多分もう飲まないので一気に行っちゃいましょう。ここではい、今行かないと絶対飲み切ることはできません。ここで3分ほどかけてちょっとおかしくなりながら飲み切ることに成功しました。これも逆ハンバーグの醍醐味です。ここでポイントです。絶対余るのでたくさん冷凍しましょう。